ご視聴ありがとうございます。両手投げカズチャンネルでは、キャンピングカーで北海道から沖縄まで釣りの旅の様子を配信しています。海釣りメインで、ボーリング、絶景スポット、車中泊の様子とキャンピングカーで暮らす経費などを配信しています。11月16日、港大橋から兵庫県の浜坂漁港に移動しました。ここは大きな漁港で、車を横付けできる場所もあり、ファミリーフィッシングにも最適な場所です。数ももちろん車を横付けできる場所で釣りをします。京都では天候に恵まれなかったこともあり、思った釣果が上げられませんでした。海水温が下がって釣りは難しい季節になりましたが、ここではなんとか釣果を上げたいところです。16日の夕方です。先に釣り人が1人だけ来ています。人が少ないということは、この場所ではあまり釣れていないということでしょうか。最初は虫ヘッドに磯目で投げてみます。捉えちゃったね。ダメだな。次は磯目の落とし込みです。何ですかあなたは。何この色、ハゼにしては黒い色だね。これこんな色のハゼは初めてです。記念写真を撮ります。アナハゼのようです。これで釣り魚種55種類目です。よっしゃ、あ、逃げられたか。使ってる磯目が元気のないやつなので食い込みが悪いようです。この日釣れたのは、カメラを出す前に釣れたカサゴ1匹とアナハゼ1匹でした。皆さんおはようございます。17日の朝です。今日は同じ場所でサビキ釣りをします。アジ狙いです。この日釣れたアジは3匹でした。そしてサビキで最後に釣れたのは毒魚の代表アイゴでした。
ルアーもやってみましたが当たりなしでした。京都に続き兵庫の釣りも思った釣果は上げられませんでした。突然漁師さんが船で現れました。こんなところで何を取っているのでしょう。サザエです。アワビもあります。水中メガネを使って森のようなもので撮っています。こんなところにもサザエとアワビがいるんですね。電動スクリューモーターを使って上手にコントロールしています。漁師さん頑張ってたくさん取ってください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。